giro e poi andare in pensione. Quindi lo voglio, voglio che sia accolto con un grande, grande e caloroso applauso.手上がりました。ドコークの上り取ったみたいです。エランっぽいけど大丈夫か。 出口がね、ちょっとどこへ出てくるか。さっきと同じパターンだね。さあ、ポーランド。1投目。もうワンミスだそうです。次は、グローネンダー。
手上がりました。お頭に下り取りました。ポーランドはミス。おっとこれは挑戦ですよね。スーミス成功できる。おっとこっち側来ました。これ大丈夫なんでしょうか。これも拒絶ですよね。このスラロームのソフトの出口をコントロールするのは難しいですよね。Conclude la sua prova Magdalena 65 Anzley Kordosh con Taco Chalak a border. Poland の2投目です。昨日ノーミスで30歳です。本当にスタートちょっと勢いがつきすぎて、これは手は上がったんでしょうか、なかったんでしょうか、上がってないそうです。こちら側を回しました。ここはやっぱりロースのような気がしますけども、イギリスチーム向こう側を回すようにお助けもしてましたね。この辺のオーバーランしてますが、勘ですが少しずつタイムロスしてますね。おっと、だから私もスイッチした。これはきついでしょう。これは拒絶ですよね。お、2つですね。これで3ミス4ミス、ああ、失格です。ポーランドの3投目、ターブルです。大きなターブルですね。昨日ノーミスで38席35席です。さあ、これも同時スタート。タブレンは割合この大バランスしないからいいですね。若干なんかスピードにかけるかな。上り下り OK です。このスピードだと標準タイムクリアも難しいですね。おっとまたこっち来てしまいました。OK です。スラローも入りました。これもほぼ同時スタート。若干テンションにかけますよね。ちょっと今のちょっと、距離感を間違えたんでしょうかね。ポジション的に割とダブルバーを落としてテンション下がってしまいましたね。スピードフリックはありますけど、スピードが出てきてませんか。若干戻ってきたでしょうか。こっちまで行っちゃうと暗いけど、ああ、ちゃんと入りました。すごいですね。2投目です。プエルトルト、昨日は全くいいとこなかったようです。さあ、2投目もゴールあります。近くですね。これだけコントロールの
が多いとちょっと辛いですよね。やはりレンガのこちら側を回すのが正解ですよね。ゆっくり。これは歩道橋の下にトンネルが置いてあるという形をやったことないね。まだ犬が若いんですけど、反対側からやってみるというのはね、トンネルは飛んじゃいけないから。プエルトルトの3投目です。オーシャン。さあ、出ます。手は上がってますよ。ノーミスです。スロベニアも昨日は3投とも失格でした。降りやすい位置をこちら側につけて、これが裏面になった。これは今日は上がってませんね。OK です。これも手は上がってません。3投目です。
壁には失格はありません。
salutare il team leader della formazione giapponese, Mr. Makoto Shindo. ノーミス完走、フルパーフンドラムこう言ってますけど、この辺はスライドに飛び、あーっと、またショートカット引っかかった。 ソフトの向こう側を通ってどうしてもこれはやりませんね。 44秒97 でノーミスです。
拒絶を一つ取られましたオーストリア。これでオーストリアも亡くなりました。おお、すごいやってますね。43秒3。ノーミスで21席でした。26席。次がソニアです。先行選手。このハンドリングを取るハンドラーが多くなってくるんじゃないかね。そうですね。おっと飛びましたけど手が上がってません。おっ、セコスイッチをした。若干ちょっと、タイミングを遅らせてセコスイッチ入れました。さあ向こう側へ回ったぞ。うまい、うまいね。いやー抜けてくれますね。41秒69。さあSonia Radek con Jason of Jennifer's Bonfire. オーストリーはワンミスですが、ワンミスのままでいけばどうにかなるかもというところです。昨日はソニア失格してしまいました。珍しいこの失格というのは。もうあとは、伸び伸びといけるんじゃないでしょうかね。スイッチのプレッシャーで降りてしまいました。リアスイッチやってないんでしょうかね、コンタクトの。これ本当に基礎的な、無駄が捨てましたね。もういいわ。ハンドラーがもうシュンとしましたから、今がもう犬は敏感にもブーイングですね。ドイツ、昨日はノーミスで28席色の白い、この犬はこのコースに抜くでしょうね。かなり抑えてます。問題はタイムですね。こうなってくると水検査は有利ですね。はい、手が上がりましたね。今も取りました。エアプレンディング戦後スイッチですね。おっと、これは大丈夫です。さあ、中へ入って、おお、犬より早く犬を仕切りましたね。うん、44秒2。
白いタオルなんですね。先行スイッチをした。これは
そう。ちょっと、あれ手上がりましたよね、今かなり取りました。ワンミス。A ランプのコンタクトは完璧です。こちら側回ってね、OK です。みんなです。昨日は、これぞリンダというハンドリングでした。素晴らしいハンドリングでした。完璧なハンドリングですね。さあ今日はどんなハンドリングを見せてくれるんでしょう。さあオープニングはコントロールを利かして、こういう処置はもうね、待ってましたというようなものですね。雲の話です。さあ見事ですね。すんの本当にコントロールですよね。さあアメリカは消えました。失格してしまいました。リンダでまさかの失格です。このハンドがここに出てますけど、この失格しました。アメリカの3番手、もうすでにアメリカは1投失格してますので、思い切ったハンドリングができるんじゃないでしょうかね。コンタクトは完璧です。先行スイッチ、もう一つ先行スイッチ。うわー、呼びきれませんでしたね。41号4号です。ノルウェーか、ノルウェーです。allora è il momento di presentare la formazione norvegese che si presenta con il numero 291 Kari Flatas con Saga. すばらしいスピード。あ、これは、お、あ、ではどうなんでしょう。あ、シーソーどっちに何取ったんですか、シーソーに。あー、そう、おーっと、本当に取ってしまいましたね。間抜けになってしまいました。はい、すごい。ブラジルのボクサーはどうなったんですかね。さあ出ました、ノルウェーは狩りが失敗してしまいました。ダブルバイクに出しました。おーっと戻りました。ピアスイッチ、すごいすごいすごい入れ方ですね。43秒62です。ノルウェーの3番手はチームのみの参加です。
とスタートのバーが落ちてしまいました。最後の
完全作。うまい。Pubblicazione di servizio, attenzione, lo ripeto, Lidia Piccini in infermeria con urgenza. E adesso ancora Russia, con il numero 124, Yelena Kuchetova con Master Victory of Russian Age. Migoto no handling si basta in cave. Mostra che tocca in cave no handling. Swiss. どっちが変化ができるかというのを想像したら面白いと思いますけど、さあロシア正面は好タイムで巡ってきてます。このハンドラーの抜群のハンドリング、あ、飛んでしまった、上ミスだ。ここも円滑で処理するつもりです。なんか変なコーンスケンブしてるなと思ったら、これをやりたかったんですね。うまい。すごい。タイムは41秒。フォトリネアスタービトリー20。アナトリー・ラリウシュ、コンヘッピーオナー。ロシアの3番手はチーム戦のみ参加してきますけども、あれジャッジがシーソー直してるのか。もうシーソーとトンネルとマットの修復、今日はマットの修復なんですけど、かなり時間かかってます。さあ、でもロシアは今のところワンミスです。チーム戦の中のために出てきました。後半はかなり安定感があるはずです。先行スイッチをやった。さあ向こう側へ入ったけどどうなんだ。うまいディスタンス使いました。イギリスを代表するトップランドです。昨日失格してしまいました。今日もコース検問の様子を見るとレンガの向こう側を回す予定です。スピードとコントロール、あーっとこれは拒絶にしましたね。当然ですよね、このスピード。おお、見聞と違うぞ。あー、なんという、なんという、全くやっぱりイギリスの味気というか勝手が違うんでしょうね。昨年の優勝国でありますけども、今年は全然ダメになってきましたね。これはここはどうだ、やっぱり向こう側から入りきれない。こういう本当に基礎的なトレーニングですよね。Adesso la Hawkins numero 222, il suo nome è Spellcast Made in Heaven。その2投目です。昨日は失敗してしまいました。おお、最短距離を最速で行きます。とにかく完璧ですね。この犬はよく抑えきってます。おっと、ここへ遠隔で抜けた、素晴らしい。さあ、ここはどうだ、うまい。
これはいい、素晴らしいタイムが出るんじゃないでしょうか。37秒69が出ました。ニコラ・ギャレット。ニコラは安定感あります、それで新鮮なメンバーになったんじゃないでしょうか。この辺の入り込みすごいですよね。非常に丁寧な感じですよね。スウェーデン。昨日は失格です。ちょっとコントロール取りました。スウェーデンの2人目です。カーペットのメンテナンスをしてまして、また中断してました。非常に流れの悪い大会です。今日はワンミスのタイムオーバー。スウェーデン2回目、なんとかノーミスです。下を取りました。うまい。43秒101です。スウェーデン3人目、昨日は失格です。すでにワンミス取られてますけども、ちょっとハンドラーと離れすぎてますよね。ラインをつけました。あ、スウェーデンの空か。スウェーデンの空ですか。よだつになります。これは登れるか。取れました。ハイテンションです。さあ、パトリック。あー、ドタバタにかかった。これでフランスは非常に難しいものになってますけども、ノーミスで行ってる国はすごい少ないです。ノーミスの国っているんでしょうかね。
今のところアトリックワンミス、今のところノーミスでいってるのにいないそうです。イタリアスイッチのバッティングを仕掛けましたけど、さあ間に合うか。よし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 、アトリックノーミスで全部いきます。スピードは183、フランスの2番手は昨日の個人のジャンピングでベストラップを叩きましたので一石になりました。さあコンタクトが見ものです。走り抜けでかなり苦労してました。トリックに続いてこれもダブルバーに引っかかりました。ダブルバーの練習してないんでしょうか。さあ走り抜けた。イタリアは手は上がってないけどもロスだ。さあここも走り抜けがタイムにつながらない。よしリアスイッチはさあどうする。 OK 見事ですね。フランスの3番手はオリビアです。個人戦では7番手につけています。現在完全に射程圏に入れてます。完全に射程圏に入れてます。チーム戦の今のところ2ミスですから、これどうなるかわからなくなってきましたね。これ2ミスるぐらいならいけるかもしれないです。4ミスいないです。気もなく踏んでるんですけどね。彼はフランスチームの中でもコンタクトの走り抜けというのはこだわってないです。かなりコンタクトは硬いです。狙った通りのハンドリングに来てます。おー素晴らしい。来ました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 。3ミスが2カ国ですね。3番手が2ミスです。オランダですけどもノーミスでいけば完全にトップいきます。これは手は上がってないですね。昨日は失格になりました。ノーミスです。OK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 。まず一つノーミスです。43秒05です。211、ロッペン、Nice of you to come by Twister。オランダの2番手、10席。昨日は10席で食い込んでおります。さあ、ノーミスでいけばチーム戦トップに行きます。今のところオランダは1投目はノーミスでした。2投目です。これにかかってはダメですよね。
3番手です。2番手目も失格してしまいました。非常に難儀なコースになってます。今のところノーミスの国はいません。ワンミスが2カ国、ツーミスが1カ国になってます。これも強烈だ。はい、抜けてしまいましたね。スペイン、次の開催国スペインです。昨日は失格しています。出やすい位置ですか。さらに外側から押されているので、ここを向ける。あーっとー、やめてしまいました。クリスティアン・ゴメス・ガロロンコ・ヤリエス。スペインのゴメスさん。スペインはチーム戦1投目を失格してしまいました。非常にやりにくいコースになってます。ノーミスでいけば、チーム戦トップに泳ぎます。ただノーミスの国はありません。あー面白い、同じパターンですね。出てません。チーム戦のみです。チェコの1投目、チームのラージのチーム戦非常に厳しいものになっています。今までノーミスの国はいません。今のところランミスが2カ国、チームミスが1カ国です。いいコントロールできますね。いいリズムですね。オッケー、スイカスイッチを入れて、あーっと思わぬミスですね。ワンミスです。チェコワンミスなら、しかしまだ完全に圏外。ちょっとリズム取りましたか。オッケー、43秒27でワンミス。チェコの2投目、チーム戦のみ出てきました。さあチェコの2投目です。チーム戦のみ参加です。マリノワですね。さあ同時スタートで出ました。
きながら走ってます。泣きながら走ってますね。ショートカットしてしまいました。これで2ミス、これも上がりました。3ミス、3ミスです。チェコの3番手です。さあ、でも失格してるんだけど、してない、アップだったんだなって、アップだったんだな、どんだけ3ミスか、ミスがちょっと苦しいな。ラージのチーム戦はエビシビアなコースになっています。ノーミスは今のところ1カ国、今のところってことだよね、結局1カ国。その後にワンミスが何かだけ続いてます。はい、42秒84。ダニマーカ、che salutiamo デンマーク、e si batte con numero 221 Kim Graulund con Stelsen Asten Indian Red。 デンマーク出ました。デンマークのキムです。今19席、貫禄の19席ですね。面白い回し方しましたよね。デンマーク独特の回し方ですね。さあ、OK、さあノーミスでいけばトップへ行きます。チーム戦、動きの重そうなブローネンです、ね、これだけ大きいとタッチは辛いところですけどね。ボールのボールを踏んでます。まあ今のところノーミスですが、タイムがちょっと厳しいかなと思うと、デンマークの3番手、チーム戦のみに参加しています。さあ、ベルギーです。何カ国目、21カ国目、全部で何カ国だった、30カ国。さあ、ベルギーのトップバッター出ました。勢いよく出ました。OK です、ノーミスです。さあ、踏みました。
ラージの新鮮アジリティ、ノーミスで牙を取っていけるという状況。あーっとこれは拒絶に取った。拒絶が一つで済んだんでしょうか。これどうだろう。Allora riprendiamo la palla. Raone Casti contro il Iago, Brescia contro Piotto. ルクセンブルクの1走目、さっきどこから行ったの、ベルギーだ。2人は走ったの。ルクセンブルクの2走目です。キャトルドッグですけど、ここから見えない。テンション下がってますから、パワーがなくなってるというか、
good. Okay, this. Again, tentò la intanto presentiamo il prossimo team, che è quello croato. Finlando va su misu de Bovantinas. A Croazia, Croazia no top desu. Ino shikaru desu. こちらのチパ。え、どんなテンションですけどね。さあ、今のノミスだ。頑張ってます。 162 per けてられませんよ。とにかく一番免許入ってますから。ノーミスで行ってくださいよ。先頭スイッチやりました。再び行ってます。何かこう運動能力も抜群ですって。おお、さあ問題のコンタクト。オッケー。立ち下がりました。シーソー。 セルコ、ノーミスだよ、ノーミス。なんとかノーミス、オッケー。いいぞ。いけ。よし、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 セルコ。頑張れ。やったー。オンリーの勇気がき。ランディ。走る前に。ウルティモビロピオインガール、グループコンポストダ、アレナ、パレコビッチ、ドラマツェルティサ、フェンラン、クロアチア。 前に冷やかしてやりたかったんですけども、さあクロアチアトップに行けるか。キャプテンが出ました。キャプテンはポガが多い。さあ最後いいところ見せてほしい。キャプテン、いい今のところ、いいです。さあオッケー、オッケー、オッケー、オッケー。さあノーミス、ノーミス。 行くぞ。よし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 、順調、完璧。さあ完璧完璧、いいぞ。オッケー、よし、行け。やったー、やったやったー。タイムは39秒40。南アフリカです。 クロアチアノーミス2つ出しました。キャプテンのようなシーズンなんで、3投目は一番最後で出せることになりました。なんとかトップへ行ってほしいクロアチア。さあ南アフリカ、この先の失格だそうです。さあ南アフリカもこうなってくると目が出てきましたね。むちゃくちゃ早く終わりませんけども、去年は 高速の成績を、たくさん残しました。さあ今のところノーミスです。さあノーミスです。ノーミス、ノーミス。南アフリカの1投目ちょっと遠いぞ。オッケー。ノートハンドを吹かせました。さあまず一つ。ウィンダースケア、南アフリカの リンダスケです。さあ同時スタートが出ました。リンダもコントロールならも十分なテクニックを持ってます。
していけるかな。止めは濃密です。手上がってないようです。2投目リンダ濃密していけますか。しっかり抑えてスーパースイッチ、そう、 OK。 さあ問題の箇所だ。 OK OK OK。さあ2つノーミスが出ましたよ。さあ3つ目、昨日失格してます。昨日は全部失格でしたね。さあ出ました。さあスイッチを入れてアンデルさんだね。おお、勝負勝負、軽です軽です。 OK、 おっ手上がってない。 OK、 OK。 さあノーミスをもう一つだけ拾いたい。もう一つだけノーミスが欲しい南アフリカ。さあ来ました来ました。さあいけるか。 OK 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 OK。これでトップ来ますね。トップ駆け抜けるようなスピードは言えません。とにかくノーミスでいけば勝ち負けに絡んでいきます。ノーミス、あーっと一つ手が上がってしまいました。すでにワンミス。さあワンミスでも十分に圏内です。OKOKOK。 さあワンミスのままで、ワンミスのままで41秒5です。さあ2投目です。チームのみの参加です。1投目はワンミス、このままワンミスでいきたいところですが、 OKオッケー、ギリギリを抜けました。向こう側へ渡った。もうちょっと前、そうだ、オッケー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 。さあこのままのお店行けるか。違い回った。よし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 。さあさあ、昨日の3席です。今のところワンミスです。ワンミスなら今回は十分に圏内です。なんとか表彰台まで行きたいイタリア。ちょっとこの馬がおかしいですね。神経が OK。さあ OK ですよ。さあおっと偉いところ、おっとちょっと追いかけたけどどうなんだ。 OK です。よし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 。さあこれで119、いい成績が続いてきました。
本当のあれだな。しかしブラジルはもう実績あります。うまい。さあ優勝メンバー、チーム戦の優勝メンバーの一人です。ブラジル2年前のチーム戦優勝しています。さあその人がまず、さあここまで伸びてきました。さあまず一つですね。まず一つ。どんどん失礼です。さあ2投目は息子です。今の人の息子じゃないんですけども、チームメンバーの人の息子です。今年初参加。さあノーミスでいけば優勝争いに絡んできます。ありました。今のスピード十分です。さあここはアウトから入れました。ついてますね。オッケーオッケー。手が伸びてます。そうそう、おそらくフラビオタミオでしょう。素晴らしい遠隔でサードが入れましたけども、はい、やっぱり来てます。さあもう熱狂力ですね。ちょっとがっかり来ちゃうんでしょうか。大優勝という感じで来ましたけども、さあちょっと、年季の入ったところを見せてほしい。フラビオタミオ、フラビオ出ました。この人はもう個人戦の走りとチーム戦の走りかなり違います。トーン落としてきてますよね。個人戦の場合はクロッピングをもう激しく使って今煽りますけども、チーム戦の場合はもう走るコントロール重視です。よし、できました。さあ、ノーミス42秒だ。308、サミール・アブライラ・エ・アラ。さあ、そのブラジルの優勝メンバーの一人だった。アブさん、ポルトガルのメンバーです。コントロールにかけても抜群です。雲なんかがしてますね。見事ですね。さあまず一つ、あーっと A ランプの下取られてしまいました。ポルトガルもこれでワンミスです。これでワンミスです。タイムは39秒00です。2番手、ポルトガルはワンミス。さあワンミスのまま行きたいところですけども、出ました。ワンミスですね。先行席を入れました。大川へ行きます。飛んでしまいましたけど、踏んでから飛んだようです。さあポルトガルの2投目ノーミスでいけるか。ちょっと踏んだところのプレッシャー、あーっと間を抜けて、間抜けをやってしまいました。いや、なくてもいい間抜けですけど、失格になってしまいました。サミール・アブライラ、questa volta col pettorale 237 che conduce Sindhuma。さあ、ポルトガルはアブさんの二頭立てで優勝を狙ってきましたけども、もう一人の人が失格してしまいました。
アブさんが三頭出さないだろうね。そこまで入り込んでますね。今大丈夫だったそうか。かなりスピードにはかけますけども、ノーミスです。おーっと遅い分49秒台です。チーム戦、ラージのチーム戦は、ノーミスの国はたった1カ国になっています。あと3カ国でしょうか、この国を入れて。スイスのチーム戦1投目取れなくなってしまいましたけども、ノーミス、ノーミス、44秒台でノーミスです。2投目です。さあ、どうですか。ウロネンだ。スイスのアジリティもかなり様変わりしました。さあ今のところノーミス、スピードも十分です。
ハンガリー含め失格しました。ダブルマッチになりました。ジャーマンポイント。今のは下より見えましたけど、手が上がりました。あーっと、同じパターンでこれは拒絶だけで済んでます。ちょっと首障害でしょうか。最初に戻ってやり直しました。あ、首障害か。だからさっきの仕組みですかね。49秒さあ、ハンガリーの3投目。さあ、OK ですよ。どうしたの？カーブ。ハンガリーの犬は全部同じパターンでマスク行きました。面白いですね。アウト15。さあ、チーム戦最後の戦です。スタッツはイメル・ボエミア・アンケ。ノーミスはたった1カ国です。さあ、出ました。スピードにかけます。なんところのミス。おー、入りました。さあ、タイムはどうなんでしょうね、この走りで。イタリア、エソディシュ、プルメン、プルコルソネット2度、タイム、かか2投目です。1投目はタイムちょっと引っかかりましたけど、もうノーミスです。さあ、出ました。ワンミスならだけど、まだ圏内ですね。ワンミスのまま行きたい。リトアニア。さあ、スラロームもっと入りまして、はい、これで43秒台です。リトアニアの552、オルガ・ブロティナ、エリオン・ラフィアネチュー。今のところワンミスとタイム減点です。このままノーミスでいけば、このままノーミスでいけば、そこそこまでいきます。さあ、なんとか順調に来てます。順調に来てます。
タイムをこのままでいけばなんとかいけるんじゃないでしょうか。接触取られました。接触取られた。接触を取られたそうです。43秒。